皆さんこんにちは、評論家の荻上チキです。今日もメディア論の理論について紹介していきたいと思うんですけれども、今日紹介する理論はミメーシスです。このミメーシスというのは、その西洋哲学、古代ギリシャの頃から語られてきていた言葉ではあるんですけれども、模倣という意味を持つ言葉なんですね。で、この模倣という言葉にメディア論は着目をしまして、ミメーシスという現象はメディア的にも非常に重要なものであると、いうならば態度模倣効果というようなものがメディアにあるというふうに着目をしたわけです。ちょっと日常の場面について考えてみたいと思うんですけど、僕少し前に、20代の、友達ができたんですよね。で、その友達と話をしていると、僕とボキャブラリーが違うんですよ。どう違うのかというと、その人が面白かったことがあったりすると、マジ草って言うんですね。で、草って言うんだって結構驚いたんです。30代の人間としては。草ってネット上のスラングで、まあ、わらわらわら、笑うことをカッコ笑いだったものが W になって、それをたくさん生やすことがわら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 ってこうになって、それを草が生えてるっていう風に表現をするようになって、今度はもう草っていう風に表現をしたりするようになったっていう、このネットジャーゴンの、ネットスラングの変化っていうのがありますよね。それをネット上では見続けていたんだけど、リアルで草って言うんだなって結構感動したわけです。で、何度かその友達と話しているうちに、自分も時々それ草っていう風に言うことが出てきたんですね。で、こういうような日常のさまつな変化というのも、実はミメーシス、態度模倣効果に他ならないんです。つまり、身近で触れたり、メディア経由で触れた、ある種の態度というものが、人々にこう、感染していく。つまり、ミメーシス、模倣を起こしていく。そうしたのことってあるよねっていうことに、着目をしたのが、この態度模倣効果などの研究ということになるんですね。で、この態度模倣効果、例えば、お笑い番組などを見れば、わかるかもしれません。お笑い番組で芸人が、例えば、一発ギャグで面白いものをやったりする。そうすると、その一発ギャグを、多くの飲み会の現場とか、学校とか職場とか家族内であるとか、そうしたところで次々に模倣されていくんですね。最近のものでトレンドが何かっていうことを言うと、この YouTube は古くなるので、少し前のもので言うと、例えばダメよダメダメとか、あるいはそんなの関係ねえとか、そうしたような日常の中でコミュニケーションに使えそうなものというものは、その都度その都度模倣されていったわけです。イエーイとか、いろんな言い方がその日常の中で模倣されていく。そうすることによって、なんとなくその場を面白く過ごすことができたりしたわけですね。ただ、この態度模倣効果というものは、いい悪いであるとか、いろんな効果というものが考えられます。例えば、お笑い芸人のいじりというコミュニケーション、それがテレビを通じていろんな人たちに模倣されていく。そうすると、お前その服似合ってないなとか、お前その顔事故みたいだなみたいな格好で、人々を見た目で判断したり、それを指摘して構わないというようなルッキズム、つまり見た目中心主義が、まあ、拡大するということも起こり得たりするわけですよね。そのように、態度模倣効果というのは、一見態度だけが映っているように見えて、その態度が含んでしまっている様々な思想や考え方も伝播させてしまうということがあるわけです。例えば、女性に対して、お前そろそろ彼氏作らないのかっていうのことをいじり倒す、そうした芸人というのもいるわけです。で、そうしたようなコミュニケーションというものそのものが模倣されていくと、人は恋人を作るべきだというような考え方が広がっていったり、女性は男性と交際すべきだというような考え方もセットで広がっていったりする。つまり、態度模倣効果というのは、それ相当に強力で、なおかつその態度を模倣しているだけのように見えて、いろいろな考え方を再生産してしまうというところがあるわけですね。実際、ツイッターでもこういった態度模倣効果というのは確認されます。さっきの、例えば、わらとか、あるいは草とか、そうした書き込みのあり方というものが、まあ、移っていく。感染していく。文体も移っていく。そうしたようなことっていうのはありますよね。なんとなく、ツイッターの文体と、ノートの文体と、ブログの文体と、2ちゃんに書くときの文体と、まあ、違いますよね。それこそ、南ジェイミンとかだったら、まあ、広島弁っぽいような、固い口で喋るし、ノートとかだと、まあ、比較的こう、自分の内面を吐露するような文体というものをしていい場所なんだ、っていうような、イメージがあります。ツイッターは140文字しか投稿できないので、その文字数の限界から、そういうこう断言的なものであるとか、そうしたようなその物言いというものが割と広がったりしますよね。そのように、その態度模倣効果というものは、今はネット空間でも起きている。で、その態度模倣効果というものが、特定の議題に対して向けられていったときに、例えばこの加害者は笑うものだとか、こうしたグループは批判すべきものだとか、そうしたような態度も、まあ、映ってしまうわけです。
特定のアーティストに対しては、あれはパクリだよね、わらみたいな格好で批判するのがトレンドであるとか、あいつは盗作魔だよね、わらという格好で、特定の人々をパクリをしているやつだから、聞くに値しないものだと位置づける。あるいは、あの政党っていうのは役立たずだとか、あの政治家っていうのは、こういったような言葉遣いで批判していくのがいいというような、そうした態度も広がっている。態度模倣効果というのは、相当に強力なんですけれども、その態度だけが模倣されてしまうと、その態度が、かき消してしまっている別の態度というものに気づかなくなってしまうこともあるわけです。例えば、旧民主党系の議員の方いますよね。で、そうした議員の方々がいろんな発言をしていると。で、そうした発言をしているときに、その議員の方々に対して、ブーメランっていうふうな言葉で批判するリプライというのがよく飛びます。で、言ってることと自分たちがやってきたことが違うじゃないかっていうことを指摘することはとっても大事。だから、この書き込みそのものを僕は否定してるわけじゃないし、そのブーメランという言葉が適切になる場面もたくさんある。ただ、ブーメランという言葉をとりあえず書いておけば、それで済むのかというとそうじゃないわけですね。ブーメランになっているけれども、今のその指摘は重要だとか、ブーメランかもしれないけれども、そのように気が変わったんだったらそれは歓迎であるとか、じゃあ果たしてその批判がおかしいとして、批判された内容そのものはじゃあ考えなくていいのかどうか。そうしたことも私たち向き合うことが必要なんですけど、批判する側の態度にばかり着目をして、その態度を否定するだけで終わってしまう。その先の議論にたどり着かないというようなことも、ある種の態度では起こり得たりしてしまうわけですよね。つまり態度模倣効果が、相当に強力なのは、それが多くの人たちに広がるからだけではなくて、それが一定の人たちから別の態度をかき消してしまうということが起こり得てしまうわけです。逆に、この態度模倣効果というのは重要な場面もあります。最近ですと、自分の見た目は自分であるだけで最高であると。人からどういうふうに見た目を判断されようと、自分は自分でとても美しい。そうしたようなアンチルッキズムの立場に立ったようなセレブや芸能人の方が次々と誕生してますよね。その人たちが日常をハッピーに過ごしているような態度というものを見せる。その態度を模倣したくなるというような状況を生み出すことによって、例えばルッキズムとかいろんな考え方が変化をするということだって起こり得たりするわけです。この態度模倣効果というのは、それ自体良い悪いというものではありません。その態度模倣効果が何に発揮されているのか、何に発揮されていないのか、そうしたものに着目をすることによって、私たちはメディアで行われるコミュニケーションやメディアの癖というものをより適切に読み解くことができるわけですね。皆さんも自分がどんな態度を模倣してきていたのか、自分は他の人にどんな態度を模倣させてしまっているのか、そうしたの観点に着目をして、メディアや日常のコミュニケーションをウォッチしてみると、いろいろと気づくところがあると思います。小木一樹でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。